こんにちは皆さん、今僕もニュースを見てびっくりしたんですけど、熊本県で震度7の地震があったみたいです。そして今9時、台湾の時間でいう8時57分にまた余震があってるみたいですね。いやー、津波の心配はないようですが、震度7って九州であんまり聞いたことのない大きな地震が熊本地方で観測されています。で、僕の家族が福岡に住んでるんですけど、家族は大丈夫だ、かなり揺れたって、震度3ぐらいだったらしいんですけど大丈夫のようです。ただちょっと心配ですね。熊本県の建物など大丈夫なんでしょうか。そして今 NHK ニュースを見ていてですね、熊本県のそのニュースを見ていたら、ちょっとこれはないでしょっていうのがですね、ここ見えますかね。このサービスは日本国内専用です、海外からご利用いただけませんとですね、 NHK さん、これは海外でも日本人いっぱい住んでるんだし、熊本に家族がいる人だってたくさんいるのに、これ国内専用で配信しますっておかしいでしょ。これにちょっと変だろうっていう、違和感を感じました。こういうニュースは見れるんですけど、こういうニュースでもその動画のライブビューが見れないっていうのはちょっと変だなと思って、いや海外でも見れるように NHK さんぜひしてください、よろしくお願いします。震度7ですね、かなり大きいのでちょっと心配ですけど、まあそんなところです。皆さん情報はしっかりと確認して、災害に巻き込まれないように気をつけてください。それでは。